マルカム三世は、スコットランド王。マルカム官王のあだ名で知られ、大狩領王と呼ばれる。ダンカン一世とノーサンブリアクシュアドの妹シビルの長男だが、フォーティビオットのミズシャバンの娘との間の諸子とも言われる。ドナルド三世の二位。1040年に、父がジュジのマクベスに暗殺されると、母方の叔父のシュアドに連れられて、イングランドに逃れ。 青年期まで、サクソン風に育てられた。1054年にシュアドと共に、スコットランドに戻り、スクーンで、マクベスを敗走させ、1057年には、シュアドの後を継いだ、ノーサンブリア・ハクトスティゴ・ドウィンソンと、イングランド王、エドワード・ザンゲオの支持を確保して、ランファナンの戦いで、マクベスを打ち取った。王位が、ケネス三世の創尊、ルーラフ派に移ると、 4ヶ月後の1058年3月に、ストラスボギーでルーラフハモを打ち取り、マルカム3世として即位した。翌1059年には、スコットランド北端のオークニー諸島の領主で、オークニー博シグルズの長男トールフィンの未亡人で、ノルウェー王の血を引くインガボーグを王妃としたが、彼女は1065年に、マルカム3世に先立って死去した。 1066年に、ノルマンディー公ギオーム2世が、サクソン王ハロルド2世を討ち取って、イングランドを制圧し、イングランド王はウィリアム1世となった。2年後の1068年、ハロルド2世の継承者、エドガー・アシリングとその姉マーガレットが逃亡の途中で、船が遭難し、スコットランド東岸に打ち上げられた。インガボーグをすでに失っていた、マルカム3世は指定を革まい、 翌1069年にマーガレットと再婚した。サクソン好みのマルカム3世は、サクソン王の血を引くマーガレットと共にフューダリズムを推し進めた。また、宮廷の習慣をサクソン方式に改め、教会の行事や典礼を伝統的なケルト式からローマ式に改革した。一方、イングランドへは、エドガーの多い請求権を口実に、たびたび進行したが、 1071年には、ウィリアム一世に攻め込まれて、翌1072年にアバネシーノア役で、イングランドへの侵入を誓い、長男団間を人質に取られた。マルカム三世はその後も、イングランドへの侵攻を繰り返したが、1093年11月13日、5度目の、イングランド侵攻において4男エドワードと共に、戦死した。 弟のドナルド3世が、サクソン方式に反発した貴族に擁立されて、スコットランド王に即位したが、イングランドに残されていた段官が、ウィリアム2世の援助で、ドナルド3世を廃位させて即位した。しかし、間もなく、反対派に暗殺され、ドナルド3世が復位して、王位継承は混乱していった。この争いに決着がつくのは、ムツオエドガーが、 ドナルド3世を排して、スコットランド王に即位した1097年である。1059年、フィン・アルネッソンと、ベルグリオートとの娘イーンガボーグと結婚し、3人の、子う設けた。ダンカン2世、ドナルド・マルカム1069年、または1070年にダン・ファーム・リニアビーで、エドワード・アシリングの、娘・マーガレットと結婚し、8人の子う設けた。 エドワード・イングランド遠征の基とに、ジェド・バラデシキョ・エドマンド・エドガー・エゼル・レッド・ダンケルドの、修道院長・アレグザンダー一世、イーディス・イングランド王・ヘンリー一世、ヒ、メアリー1102年に、ブローニュ・ハク・スタシュ三世と結婚。イングランド王・スティーブン・ヒ・マティルドの母・デイビッド一世。ありがとうございます。